お疲れ様、スラットです。今日は最後こちら、スキルのデッキやっていきます。さあ、ここ最近ですね、ジャイとかドリルとか、まあそういう気が流行ってはいるんですけども、スケルトンラッシュも強いよと、いうことでやっていきます。で、まあ中身は最近の、はい、壊れカードをぶっ詰めしたデッキかな。進化テスラかつボイドポイズン、まあここがちょっとレアかなと思うんですけど、まあポイボイドで相手のユニットを処理できるかつ、まあ結構ね、ダメージも、与えることができるんで、最悪スケルトンラッシュ打たなくても、まあポイズンボイドで、芋ってちまちま削れますよっていう感じかな。はい、まあ基本は、守りが優先かなと思います。はい、まあ、進化テスラが壊れてます。はい、今進化カード何が強えの、何を育てたらいいんですか。進化テスラでです。はい、圧倒的最強です。なんか壊れた時のパルスみたいな、スタンがインチキなんで、はい、テスラをまあ育てるなら一番優先かなと思います。他だとまあナイトスケウィザードかな。はい、クララは進化してんの、ナイトウィザードスケテスラです。異論は認めません。はい、わかりません。はい、ってことで、最弱 SK さんは最弱ロイジャイ使いかなと思います。だからロイのイメージあんな、てかロイだ、はみ出てんな、ロイジャイか。まあ多分ボイドかなっていう多分です。依頼心主体がむず、やべ、強い。マジ文句だけでさ500近く削られちゃうんだね。まあそれはしんどいよな。でウィズハードにもボコされちゃうかな。まあまあこれははい、仕方ない。その準備運動これなんか初手の噛み合いみたいなとこあるんで、まあこのダメージで、ああもう終わったわとかって思ってると、まあクララやっていけない、仕方ないダメージみたいなとこある。相棒なのはマジでなえる。はい、いやーでも逆に言うと、この状況で2000しか受けてない俺勝ったやんっていう話なんですよ。はい、まあ、スケラなんてもう適当にナイトスケラーでポイズンの時は入るんだよね。まあ、よく耐えたんじゃないですか。はい、まあデータサイクルといい、いろいろあると思うんですけど、まあマザネクとかいないと思うんでね。まあリトプリがいるか。はい、いくよー、チュチュー、うんげースケラマジ、ああ最強来ちゃった。イザーはまずいね、正直なところね。強っ、嘘って言って誰か。まあこれ進化テスラで守れるんでっていうね。逆にこれあんた守れんのって話よね、冷静に。いやフェニが熱いで、進化テスラのスタンもある。スタンは出た、自然消滅でさ、スタンが発生しないバグ、バグで一発入ってるじゃないかい、どういうことですかい、クララさん早く直してよっていう話なんですけど、まあまあそういうこともあるか。はい、あんま公式をね攻めずにね攻めずにね、打っとこうぜ、もうめんどくせえし、ようわからんし運で勝てるっしょ、スケラだし。うん、こういうのが負けんだろうな。でもウィザード咲いたんで高めで止めてあげればナイス。でまあスケラなんて運なんでね。はい、運ゲーで入れー入れ入れ入れっつって、相手ファイアボタルか。文句の話を入れなければね、結構戦えると思うんでね。いいよー、守るよー、僕ちゃん守って。まあ適当か。逆にさ、スケラ打ってウィザードを使わせられるっていう、でも冷静な俺はこれ暴風発注っていう
これめちゃくちゃ偉いです。はい、うん、偉いのかどうかわからんが、まあ偉いことにしとこうや。で守る、ね、ちゃんとねここで守んのよ。そう、守ることによってこのスケラがねちょっとあれば勝ちっていう。まあ、あとは運ゲー、なぜならボイドで削れるからね。これやばいね、負け筋です。目に強え。うい、偉くない、なんかこんだけ守ってんの褒めて、このちゃんと守る姿をねやっぱこう伝えたいスケラポイズンボイドあるんで最後はねなんか知らんけど削れるんですよ、クラロワって、スケラって絶対削れるんですよ。うん、なんか簡単に言えば守りゃ勝ちやねん。まあスケラなんて特にだね。4分半守って残り30秒で初めてスケラ打っても勝てるようなデッキなんで、あの引きこもってけいい話なんですよ。スケラデッキで勝てない人はまあスケラを打ちすぎなんですよね。うん、攻めるからカウンターが来るわけであって、攻めなければ別にただ守るだけでいい話なんでね、引きこもればいいんですよ。はい、ムギエルにしてもボイドポイズンってレアすぎ。拾いました。はい、さよならアトリ。いやこれ強いやん、もう打ちていいけど、まあ冷静にね陰キャしますか。まあナイトフィリの時点で結構ジャイなんでね。進化テスラ回すか。このデッキなんだ、進化テスラと進化ナイトか。はいはいはい、まあ相手のデッキは最悪ライトニングの可能性もあるね。まあボイドの可能性もあるし、一応どっちもある。でウィザードがめんどいね。はい、焼いちゃおうぜボイド。でも確実に溶かして、まあ耐えるだけでいい、もう本当にこれだけでいい。なんだこの簡単にスケラとか打っちゃってもいい。なんかちょっときつそう。そんなこともねえか。え、でもボーリー珍しいの。なんでどっから来たんっていうボーラーではある。えヤンキー攻め来てない。えぐいやん。生まれないで。まあワイコなら許すか。さあ、え、あんま見たことねえな。まあジャイボーラーか、普通の。まあ最近やっぱジャイずっと強いんで、まあ中身は何でもいいでしょうのジャイボーラーだね。もう進化テストラあるよ。そんな攻め通りません。私は進化テストラやね。はい、いやいいね。ナイトもあるか。ナイトもあんの熱くね。しかもボーラーサイトこの攻め守れんのって。ウィザードやばい。まあなんとなく溶かせたらでかいか。ボイドね、いや来るとも思ったが仕方ねえか。痛えなーその一発入んの。いや、なんか俺の攻めが意外と入ってないのが苦しいな。うん、まあ守りながらちまちまか。イザードちょっと強かったな。いやこれ近場に寄せて普通にリセットするべきだったな。リセット飛来心っていうのか。いやー再度同じでもいいな最悪。うん、打ってもよさそう。やっぱスケラってね、このようわからんけど入るのが強いじゃないですかようわからんけど入るね。でボイドでしょ、どうせ飛来心だけしとけば。
いいね。いや、これだけで結構いいカウンターになるかみたいな。まあ、ウィザードが誰、そう。いいウィザードスキル、これは。高めのね。ガーディアン来てな、間に合い。うん。ふふ、うーんっつって。まあ、防具貼っとくか。これ守りはマジで最後あるんだね。ボイドだしな。マジで歩くね。まあ運ゲーではあるかも。負けてんだ負けてんだこれで。なるほどね、みたいな感じです。はい。まあなぜ負けたかというと、まあ運が悪かったかなマジわかんない、マジわからんけど気づいたら負けてたわ。まあスケラってそういうもんか。まあもうちょい守ってもよかったか。スケラって守ればね、最後の最後はスケルトンラッシュプラスポイズンプラスね、まあこの出来だとボイドで削り勝てるようなもんなんで、まあ守ることさえできればね勝てるデッキなんで。はい、5分間守ろうか。さあ謎のグッドよろしく。守ることとか言いながらなんかもうすごい攻めたいいや、まあポイにしとくか。いやマジスケラ打ちてー。まあ間のデッキはもうジャイカドリルか、まあクロスもあるがゴブリンなんで、なんだわからんな。え、めずろゴブコウモリだ。なんだこれ、ディガポイ的な、読めない。ニガポイっぽいな。ポイズン使ったぞ。多分ディガポイ？ゴブコウモリかわかんねえな。まあポイズン打ちゃいいか。どうせリトプリ来て。はい。で、あとはうちのフェニックスがね、ちょっかいかけてくれて。余ったスケが後ろから殴ったりしてない？これ隠れてなんか殴ってない？うん、殴ってないのか。なんでや、普通スケルトンってよくはみ出るやん。俺ん時だけそれ、コウモリ的な。これ絶対テスラ出したらコウモリ食えるやんと思いながら出しちゃう。今度ね迫撃、なるほど、迫撃ペーズン、コウモリ型、おもろい。なんかすごい左バックな謎のテスラもあんのに。あー、ごめんなさい。まあガーディアン、いやこれでさ、あー、まあゴブリンやんのか。いやちょっとうざくない？これでさボイド打てばさゴブリン飛ばないんかな。いけ、どっか散れ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 、ふい、ルッドサイトやん。え、ふふふ、いや、次よ、ボイド、嘘やろ。え、嘘やん、入りすぎやね。ま、一応切り替えだけして、はいはいはい、コウモリ無駄2コスね、捨てましたよと。あ、ごめんなさい。あ、まあそういうこと言うとね、そうなるよね。まあ一回守ろうかな。この電気守りは勝ってるんでね、冷静にね、冷静に守って、ダメージ全然受けてないです。はい。お冷静ね。まあ、ボイドも打っとくか。ボイドね、飛来心されるんだね。すごいな。相手のなんか気合が。相手の気合がちょっと危ねえ。なんか何かねえか怪しいな。単品スケラポイズンってどうなんだろう、いいのかな。
と思いながら。おーおお、これね、諦めたフリーのパターンもある。さすがにか。いいねー、さあグッディ。いや本当にスケラって耐えることができれば、あの完璧に守ることって不可能なんですよ。絶対ちょっと入るんで、守りは勝ちっす。さあ IQ8、 全然低いやん、全然低いやんそれ。 IQ8 ってお前、名前にするほどのことじゃねえな。星がついてたらすごい的な、そういうこと、どういうこと、全然わかんない。IQ8 らしい。終わってんな。あー、まあドリルかな。え、また珍しいようなデッキと。別にそのコウモリとか多くないかんな今。いやー、リトプリガーディアンで完全に防衛されて終わっちゃうかもね。これは行かない方がいいかもね。なんだろう、ナイトボンバーコウモリポイズン。別に多くない構成ではあるか。え、なんか、いや待って待って、間違えた。ま、だいぶすごい間違いしたか。まあでも勝てそうなんだ。いや、なんかウォールブレイカーだな。珍しいね。ゴブリンコウモリ。まあナイトがいるんでね、メガナイトとかなさそうだし、単純なディガーオールブレイカーかな。本当に絶対今の時代弱いぞって言ってそのデッキに負けるみたいな。終わってんな戦い方。全然ディガーオールブレイカーと見せかけてただのボンバー削りやった。強それ、回転についていけねえな相手の。コウモリもあるしな。ナイトもあったか。ああ、いや強いね。ボンバーもある。まあレギュラーにスケラ打っときゃきついんじゃね。え、ボンバーいい。まあ内側スケラにしたんでちょっと入る。なんかこっからでも勝てそうだな、頑張りゃ。シンカーボンバーがめんどいな。なんか相手ディガーポイズンなのに。正直シンカーボンバーで頑張ろうとしてる。ポイズンして。お？ちょっと追いついたね。いいね、進化鉄ら働いてんね。え、バグやん。もうそれだから最近のクララって言われるね。え、やばくね。めっちゃ強いやんそれ、ボンバーデッキ。マジで最近はボンバーが最強なんだね。それだけが分かりました。 IQ8、 IQ8 でこれか。俺 IQ0 やん。これで IQ8 か。結構うめえな。 IQ 俺 1?0?2?2 ぐらいもらえるか俺。大丈夫そう。いやマジで強えなボンバー。解放されたか。まあサイクル2回に1回が3回に1回の進化になったんでね、まあ、意外と遅くはなったとはいえみたいな、とはいえみたいな強さしてたな、おい。ウィザードね。いや、まあ、ボイドでもよかったか。撃とう、これは。もう一発で飛ぶ。でかい。さあ、ウィザードリトプリンの時点で、結構ジャイが濃厚ではある。で、まあ、ジャイはもう守れば、守ることができればね、もうスケラ打って勝ちなんで、今から祈ります。ウィザードリトプリ。依頼進して、まあ、テスラもあるんでね。卵、卵、ごめんね。お？
逆に。いやーガーディアン行ってもよかったけど、まあ竹取られたんでいいや、我慢。さあまあ最近の流行りのね、もう大流行ジャイアントですよ。まあ環境1のデッキではあるか、ジャイね。まあ守ります。深海層ポイズンボイドで溶かせんのかな。いや溶かせそう、ボイドポイズンか順番的には多分。熱っ、やべやべー、ごめんなさい、フェニックスそんな食わないで、そんな食べないで僕らを、やばすぎ、フェニーマジで。いやでも美味しいなこのジャイ、なんか美味しいジャイ来たな。でもこのフェニックスも美味しいな。まあどうせウィザード回収があるからっていうところはあると思うんですけど、この神ボイド、どうもこんにちは、卵になっちゃったよ。イランポイズンで削って、あとは守ればこのちまちま削りで勝てるっていう作戦なんですけど、どうですか。ちょっと入れ、いやつんでかい、マジ守りゃ勝ち。スキラって守るだけでいいかんな、攻めなんかも余ったスキラこそ打っとけばいいんで簡単ですよ本当に。ボイズ打ってウィザードね、はい溶かして、ウィザード溶かします。やべニートプリが、うーんちょっと怖い、こんなんまあ適当にボイド打ったらダメ、うーんダメかな、もしかしてもしかしてダメでしたこれ。いやーこれ進化です延命したい、オッケーオッケー、進化ですら延命できたのでかすぎる、いやーマジそれ強すぎスタン、どうなってんでさ、飛来神、飛来神っていうの何これ、ボイド難しいとこに出して、ナイト頑張りすぎ、危ねえ、いやもう耐えりゃ勝ちなんで、本当に今から外務しようぜ、攻めるが負け、ポイズンリトプリ7一発、ふいでかすぎ、でテスラ回して進化テスラ貯める、ナイト回る、いやマジこの辺にさ全部ニート出してきてさ、勝手に飛来神になる説勝手に飛来神で勝てる説ない、うんなんかすごいいっぱいごめんね、なんかいろんなユニットが俺の、うんフェニックスごめんね。まあウィザードがやっぱ問題児なんでね、あいつをいかに仕分けるかみたいな。でこれなんか余裕がちょっと出てきたみたいな、できたらスケル打つだけね、はいグッドゲームつって、いやマジスケラって強えな、守り硬いのかね、まあやっぱいいね、守りましょう、いかに守ることができるかがまあ勝利への鍵みたいなとこはあるが、分かってても守れない時はある。レイジー、いやまあジャイかな、エリゴレかな、二択かな、いやー面倒もうちょっと控えめに面倒打っちゃおうかな、はい、もうシンプル流行りのジャイでした、めっちゃポイズン打ちて、まあやりすぎのポイではあるんですけど、まあいいかなっていうまあいいかなっていう感じね。さあまあもうまたやんとはなるんですけどジャイです、はい、まあそんだけ強いんでね、今の環境トロフィー上げたいとか本気でジャイ使えばいいです、はい、ジャイ以外を使うメリットがない、そんぐらいジャイ強い、ジャイ使っとけばベストトロフィー500ぐらい更新できますよ誰でも。
あぶねえ。怖すぎる。じゃマジでやめてほしいな。ジャイナクルウィザードよね。いや怖っ。まあ進化ないともう回ってんのはちょっと偉いな。まあ余裕があったらスケラ打つか。いやてか打ちてえな、これスケラポイズン打っちゃいたいな。打っちゃおうか。こっちに行こう。まあ3コスで5コストを処せてんでね。いやースケラのダメージマジ全然入ってないけど、ちょっとうざそうなスケ追加。よし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 、悪くないね。いいよ。でまあボード警戒警戒でね、内張りだけに正して。めんどくさいよーそれ。いやーまあテスラ強えなー。まあスケラ打ってから考えようか、あとのことは。もうウィザードポイズン打って、よしよしよし、これでまあ多少入ってるわけですからね。多少でいいんですよ。ちまちまコツコツいくのがね大事です。はい、で守ります。守れば勝ちなんでね、守ります。来いよ、かかってこいよ。突破できるのか、突破できる自信はあるんかい君に。ボイド打たないよそんなの、やめてー。いや全然止まるよね。でまあしっかりね後ろからね。進化テスラ温存できてるの強い。えタイミング過ぎ、まあ、一応飛来進しとくか。まあコウモリ2体ちょっと痛いんですけどね。いやーまあ負けないとは思うんですけど、もしかしたら負けるかもねっていう状況なう。まあギリね。いやもうテスラ、テスラあんねんからこっちは。しゃーカウンター、もしこのカウンター最強っすね。ボイスなんてなんなら暇ボイドもどうですか。手札回しボイド、えやばいですかこれ。なんかいやでも進化テスラで許されそう。進化テスラはなめないでくれよ。壊れた時のね、いやーこのファルスまでも強いさ。ポイズン打ってあと守って勝ちか。いやマジ守りは勝てんかんね。いいね。まあ進化テスラがマジで強いわ。うん、ほんと進化テスラのサイクルは何が来ても守れるぐらいになるんで、無理やり攻めることも可能なんですよね。それが強い。さあ SB 懐かしいな、元プロ勢や。こんなところでこんにちは。どんな引きこもりクロスデッキなんだい君は。いやマジクロスかドリルの二択の顔してる。いやーすぎる。いやマジバレるやん。もう最近ね壊れなんですよ枯渇デッキって。環境で言い訳とかないですよ。プリンセスがねマジ強すぎることに気づきました、皆さんが。はい、枯渇デッキはね壊れ、まあプリンセス入りのディガポイとか、プリンセス入りのドリルとか、まあプリンセス入りの迫撃とか、まあ結構いろいろあるんですけど、あのまあ枯渇は壊れです。はい、本当にね言い訳とかなくなっちゃったよ、ね、上がっちゃう人がいるとね。プリンで、いや俺のこのデッキさ、そのバレルをさ受けれねえからさ、ウッドがねえから勝てないんだよな枯渇で。スケーレスピでちょっとスケラに強いしな。うん、まあまあここはさすがにね事故んないよな。
怖っ怖っ怖すぎる。いいな強くて枯渇デッキっていやマジで強いんだよな、笑えねえ強さしてる最近。打ってみるとどうだったりする、ナイトとウッドで終わりみたいな、面白いな。あーエルスピン強いね。さあだいぶまずいね、なぜならハシマイプリンが強いから。あとバレるか、最悪逆だった。進化テトラも強いんだ、これはまたびっくり。まあ適当に耐えまして、ハシマイプリン来るよこれ。はい、まあそこは分かるんですけど、分かっても勝てるかって言われるとまた難しい強すぎる、その回転で勝てねえから。嘘みたいな攻めがすげえずっとくる。まあこの辺は耐え、ちょっと熱いか、強すぎるもん。ぶっ壊れないかい進化つけ。俺がさめっちゃいい攻めの流れを作ってんのにさ、それで終わっちゃうよ。いやーマジでかっこかつ環境来てんだよな今。うん、まあ進化スケテスラが強いね。まあインフェでもいいんですけど、進化スケがね強すぎる。まあ嘘みたいなロケット来たことによってワンチャン勝つそう。マジ嘘みたいなロケットのおかげでちょっと勝てそうな。え、マジで相手のさ嘘みたいなロケットで勝ったわいやマジであのロケされなかったら全然負けてたけどな。一生ペース握られて。さあマジプリンセス時代来てます。さあというわけでポイズンボイドのね、まあ、珍しいスキルデッキも皆さん使ってみてください。時代は進化テスラです。ではお疲れ様でした。またね。